車買ってから初めてこういうテストしたかな。平地でちょっと出してみるって。どこなの？あ、もうできます。もういいです。お腹いっぱいです。この車ちょっと問題があります。あのアイドリングストップのかかるタイミングがおかしいっていうか、信号が赤になって前の車が止まってで、ゆっくりそーっとスピードを落としていって、あの10キロとかでなるとアイドリングストップが作動すると、急にグーグーってブレーキングがかかってトランクをのけぞる。でもまだ前の距離が詰めてんだけども、うん、つまり車がまだ動いてるのにエンジンが止まるんだよ、この車は。で、前乗ってた車は、あの、完全に停止して、ワンテンポを入れからエンジン止まるんだよ。に対して、この辺の、この車は、走行中、止まる前にエンジン止まっちゃうんだよ。だから、この瞬間、急にガクガクって車がこう、なんていうか、のけぞるっていうか、それでまだ、ダメダメって言って、あの、なんていうかな、ブレーキを、まあ、深く踏んだり、浅くしたりして、ブレーキの踏む加減を変えると、エンジンかかるんですよ。これは、その仕様がちょっと、おかしいんじゃないですか。ワンテンポ遅れる感じ、ガクンっていうブレーキでもないけど、このブレーキ制御しきれない。ステアリングはいいよ。ステアリングはよくスバルの車と比べてステアリングがどなんか横でいうとか真ん中がだるいとか言う人もいるんだけども、そうは感じない。むしろ重い、重い、重かったり軽かったり、シチュエーション、速度によってハンドリングの制御が変わる。今は軽めかな、中くらいが。で、速度が乗ってくると重くなる。で、要はクイックじゃない。クイックではない。逆にこの状況でクイックすぎるのも問題がある。ちょっとブーブー言ってましたけど、そんな感じであります。終わります。